森選手は試合中どんなことを考えながら打席に入っていますか。声援浴びるじゃないですか。そこでやっぱなんか興奮してきてチームに貢献したいっていうのも、まあ、あるんですけど、やっぱり一番やっぱりファンの皆さんにやっぱ喜んでもらえるようなバッティングをしたいなと思って、まあ、バッティングは好きなんで、まあ、絶対打って今打ったらまたわーって湧くじゃないですか。まあ、そういうのもすごい嬉しいんで、まあ、そういうのを意識して。ニックネーム森選手以外にファンから何と呼ばれたいか。ファンから小さな巨人で小さな巨人振り向きます、はい、小さな試合中、はい、小さな巨人ですよ。これなら住谷選手に勝てるというポイントはありますか。まあ守備ではね絶対勝てないんで、まあ、バッティングの、まあ、思い切り、うん、その失敗を恐れずに打席に入れますし、そこでやっぱり気持ちよくスイングできるっていうのは、まあその銀さんにはまだ勝ってる部分かなと思いますけど。